ご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、うん、東京都、はい、高円寺までやってきました。はい、来ました。高円寺といえば、高円寺といえば、高円寺といえばっていうので、私何いろいろありますよね、印象が、うん、ということで、はい、残り少ない高円寺で、はい、油そばに行ってみたいと思います。はい、油そばって、ね、ほぼ食べたことないんですけど、うん、私も思い返すとね、ないんだよね。どんな感じなんだろう、うん、行ってみましょう。行ってみましょう。では、行ってきます。じゃん、油そば。初めてですよ、油そば。うん、いや、初めてっていうか、あ、初めてじゃない、油そば。できましょうか。うん、行ってみよう。これさ、うん、並も大盛りも、うん、ダブル盛りも全部同じ値段、すごいな。低く見たらそうだ。なぜこれ、びっくりした。辛味噌、特別な小麦粉から作られる特別な麺。これが美味しい食べ方。ラー油ですか。ラー油を回し入れてよくかき混ぜるんだ。これが玉ねぎ。そう、これがラー油と酢。かなり細かい。これ美味しそうですね。美味しそう。あ、これがラー油。これラー油よりもさらにちょっと辛そう。なるほど。ラー油、油そばには酢とラー油が欠かせないと。ダブル盛りなら4週かけるお酢とラー油。楽しみだね。楽しみで、もう美味しい食べ方っていうのがあるから、うん、これを絶対かけた方がいいってことでしょ。そういうことよね。この2つをこれをかけて、まあ、よく混ぜて、あの広島のこう、うん、担々麺みたいだね。そうやな、なんか油そばって書いてあると、うん、めっちゃなんか油って感じするけど、うん、カロリーはラーメンのほぼ3分の2。うーん、まあまあありますね。3分の2だったら、しかもダブル盛りにしてるからあんまり変わらへんっていうね。結局で塩分は約半分と。ああ、それはいいね。確かにそのネーミングからは考えられないヘルシーさ。そうね、ネーミングでちょっとこうビビらせられてるけど、でこのね、しかも、うん、特別に調合した油の主成分は、うん、脂肪燃焼効果が高いと。あら、いっぱいの、もうなんなら飲む。そういうことやね。そう、分かった。ということで、うん、しばらく待ちましょう。来ました。これがダブル盛り、これ並盛り、うん、ダブルっていうか3倍ぐらい見えるね。辛味噌並盛り。はい、ということでこの酢を4種いきます。結構辛い。
こっちは割とこう辛味が最初から効いてるんだけど、はい、美味しいね。そしたら次は玉ねぎと胡椒いきます。結構辛いけど美味しいね。やっぱ足した方が。麺も。そう。ネギ入れるとちょっと甘みも出てくるね。美味しい。辛み、これもいってみます。結構多めにいただきましょう。入れた方が全然うまい。本当。びっくりした。そうか、こっちは割とこう辛味が最初から効いてるんだけど。うまいんですよ。美味しいね。じゃあ次は玉ねぎと。胡椒いきます。はい、食べてきました。ごちそうさまでした。ダブルにしたんですけども。あ、そうだよね。なんていうの、まずこう言って良かったのは、サイズ変えても値段が変わらないっていう。あれはもうめっちゃ嬉しいですね。ね。あっという間ですよ、ダブルと言っても。ね。うん、で、あの麺なんですけど、太麺でね、かなりもちもち。あ、そう。コシがあって、びっくりした。麺だけでもうまいですよ。麺だけで美味しい。はっきり言って、固めのシャキッとした麺ではないんですけど、なんか独特のなんていうんですかね。ちょっとこう生パスタみたいな。あ、そんな感じ。あれに通じるね。で、味の方は、自分にとってはちょっとあっさりしすぎかなと思いますね。ああ、そう。決して薄いじゃないんですよ。ああ、確かにね。薄いとかじゃない。あれ多分ね、女の人は好きな味なのかなと思って。
うん、確かに私ハマりそうな感じしました。でも自分の中ではかなりあっさりしてるんで、うん、後で辛味オイル、辛味を入れると味が締まってうまかったですね。あ、確かに、うん、私は最初から辛味噌だったからね。あ、そっか。それとね、あと玉ねぎと胡椒を入れると、またさらになんて味がすごい複雑になって、確かに、で思ったより油そばっていう油がないじゃないですか。ないんだよね、あれ表の看板とかに書いてあったみたいに、ヘルシーって書いてあったんですけど、もしかしてヘルシーかも思いました。確かに、でやっぱりカプサイシンですか、脂肪燃焼効果のある、で、あの辛みがやっぱりある方が絶対に美味しいね、そうやな、あと入ってるチャーシューとか、メンマとかがあんまりこう印象残らないぐらい、ああそうだね、麺の印象がとにかく強くて、そうね、でいろんなこう薬味とかその卓上の調味料を足していくことで味を変えていって、こうどんどんなんていうの楽しめるっていう、そうですね、玉ねぎ合ってるかな、あ、水気を切った玉ねぎでしょ、かなり切られてたね、あれは多分あの玉ねぎが最初の方から結構入れたらいいかもしれないなと思うような味でした、ラーメンとまた違う食感の麺で、麺がほらスープで柔らかくなっていかないから、そうだよね、あの柔らかさでもちょうどいいんだなと思いましたね。 あれカタカタ多分うまくないと思う。自分はそんな感じに受けました、はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。